I had to manually fade that one out. Let's pause that. Okay. All right. Let's load up the screen here. We are playing Yakuza 6. We are trying to get through the main story by Friday. I want to finish it on Friday so that if I stream on Saturday now, I've got something going on Saturday. But I'll probably play more Sunday, but I want that to be post-game. And yeah, I've got shout-outs to my friend Hanny, who's playing, she's actually playing Stardew Valley right now. She's very close to affiliate. And also Crimson Fury, who has helped me out on my road to affiliate. And also, let's shout out Nadokami Versus. There we go. Okay. This is chapter 12. Yeah, we just found out that the guy pulling the strings is actually Idose. Oh, gee! Who'd have thought the god of all Yakuza actors? Shikashi, Usami Yuta ga Ro o shitome sukoneta ijou ローは必ず秘密を暴こうとする。70年守り続けてきた秘密が今になってさらされるわけですか。尾道の秘密は私の血であり肉であった男たちの犠牲の上に守られてきた。そうだろう。そしてこの先も守り続けるためにはまた新しい犠牲が必要になった。やってくれるか広瀬。Alright, so we're still in Kamurocho. Boss が火事乱闘騒ぎの後姿消したってんで、採用会はパニック状態だ。連中はボスが誘拐されたと思ってる。それがこの店にいると知れりゃ、何が起きたっておかしかね。分かっている。俺もそこまで長居できるとは思ってない。だが、ローにはまだ聞かなきゃならないことがあるんだ。Also, I messed up that shout out to Nadokami Versus. Jimmy, this is your brother. Cute, huh? Yes. But you have to bid goodbye today.为什么？因为这孩子只是我们郎家的保险。听好了，吉米，你要好好记住，这是我们领导纪王会这个组织的宿命。为了维护组织，就算是自己的亲骨肉也必须舍去。您说什么？你要记住，只有你是我的儿子。Has to cast aside Yuta。 老爹，喂老爹，你在听吗？为什么不准我们进出日本？你只要准我和 H， 我们现在就能把那些被暴队法给绑紧的日本黑帮一网打尽。老爹，你给我个机会吧。
你还没完吗？不行就是不行，济王会不可侵犯日本，我们已经同意扬名联合会了。难道跟日本向下一个小小组织的约定会比咱们自己组织的发展更重要吗？对，就是那么重要。你难道不懂对组织首领的礼貌吗？老爹，不，老大，你也知道现在济望会的状况很苦，警察到处检举贪污罪，咱们已经无法在中国国内赚钱了。但济望会从以前就把黑孩子给送进日本，现在都已经打好打进日本的底子了，为什么不动手？给我个机会吧，老爹，我绝对可以支配东京。你怎么支配？东京有个东城会守着，就算暴对法绑紧了他们，那群黑帮不会白白的把他们的领地给你。那咱们再利用扬名联合会就好，只要利用那叫什么的伪道的秘密来强迫克鲁斯听话就没事了。你把那秘密告诉我，我再来让克鲁斯把我跟艾带进神室亭里，到这地步我们就能简单的掌握那条街。太短见了，克鲁斯哪会那么简单听你的？他当然听我的，连接受黑孩子这种没利益的事他都做这么久了，那伪道的秘密对他来说就是那么重要，不对吗？我小时你跟我说过，为了维护组织，就算是自己的亲骨肉也必须舍去。吉米，现在就是舍去扬名联合会的时候，给我个机会，告诉我伪道的秘密是什么吧，老爹。我的确必须告诉你一个秘密。什么？我们已不能用伪道的秘密来威胁库鲁斯，因为我colorful mascot characters. Yep, my favorite is Beldy from Suzuka, my first Japanese hometown.お前が治療してくれたのか。親切心じゃねえよ。目の前で死なれちゃ気分悪いからな。それだけだ。そうか。兄貴、ローが気がつきました。Yeah, we need technique most of all.
There we go. Okay, let's finish. Let's finish this. 大丈夫か、ロー。世話をかけたようだな。悪いがあまり時間がない。アジア外での話の続きが聞きたいんだ。話せるか。なあ。また。その前に一つだけ。俺はデカだ。あんたの話に犯罪に関わることがあれば見逃せない。それについてはお前もだ、キリュウ。分かってるな。伊達さんは伊達さんの判断で動いてくれて構わない。俺もローも無条件に従う。ロー。あんたもそれでいいな。今さら何かを隠し立てして逃げ延びようとは思っていない。わかった。それじゃあロー、あんたたち西洋会が日本に来た経緯、そして東条会との抗争の理由、そしてその根底にある尾道の秘密とは一体何なのか教えてくれ。まず尾道の秘密についてだが、私はその真相を知らない。なんだって？それじゃ話がめちゃくちゃじゃねえか。兄貴、やっぱこんな男信用しちゃいけませんよ。広瀬のおやっさんはめようとして話でっち上げようとしてんだ。落ち着け、ユータ。話を続けてくれ。尾道の秘密とは、西洋会の先代である私の父親とクルス・タケルとの間でやり取りされたある計画のことを指す。ある計画？日本が世界を相手に戦争してた頃のもの。おそらく軍事機密に関わる何かしらの計画なのだと思う。その頃まだ陽明連合会は存在していない。つまり岩見造船と先代の西洋会とで何かの取引があったっていうことか。そういうことになる。そして私が初めて尾道の秘密の存在を知ったのは1985年。父は死ぬ直前、それがクルスのアキレス腱となる代物だと話していたが、具体的な内容までは明かさなかった。ただ父の死後、私の手元にはその秘密を解く鍵となるものだけが残された。鍵となるもの？何なんだそれ。尾道のある場所を示す暗号らしい。あいにくあれから30年経った今も私にはそれを解読できていない。30年前か。俺が東条会に入った頃の話だな。この日本という国が空前絶後の好景気に沸き、表社会も裏社会もこの世の春を謳歌していた時代だ。その頃には岩見平蔵もクルス・タケルというもう一つの顔を持ち、岩見造船会長という表の顔、陽明連合会会長という裏の顔、二つの顔を使い分けることでフィクサーとしての地位を確立していた。確か陽明連合会が急速に力を持ったのは戦後すぐのことだ。もしかするとその尾道の秘密ってやつが原因でクルスは裏社会に足を踏み入れたってことか。クルスがなぜ裏社会に足を踏み入れたのかは私にはわからない。だが岩見造船という大企業の会長が極道組織の会長であるという事実を知る人間はほとんどいない。私はその事実と父から聞いた尾道の秘密の存在をちらつかせ、とある裏取引をクルスに持ちかけたのだ。それが兵配図の密航、そして架空の戸籍を与えるヒューマンロンダリングだな。ああ、そうだ。中国という国家に存在を認められない兵配図の子供たち、戸籍がなく教育もなく、ただ裏社会での将来だけが約束された存在だから、彼らは日本人に生まれ変わるために我々から莫大な借金を背負わされることも厭わなかった。
密入国のお題は子供たちの出世払いってことかよ。我々は慈善家ではないが、本気で同胞の子供たちを救ってやりたいという気持ちも持っていた。兵敗者たちの身になってみれば、私たちだけが唯一の救い主だったはずだ。分かったよ。で、そこにクルスがどう絡んでくる？造船業という密入国に最適な密航ルートを持ち、その上日本の国家権力を裏から意のままに操れる人間クルス・タケルは、私のヒューマンロンダリング計画にとって必要不可欠な人間だった。クルスは密入国に手を貸し、兵敗者に架空の日本人の戸籍を与えた。かなりのリスクがあったはずだ。それだけ尾道の秘密を守ることがクルスにとっては重要だったということだろう。だがとにかく私の思惑通りに取引は成立した。以来私は中国本土で最王会に日本不可侵の命令を出し、クルスとの無駄な接触を避けるようにした。私が尾道の秘密の核心を知らないと気づかせるわけにはいかないのでな。じゃあどうして今になってあんたらは日本にやってきた？1年前のアジア街の大火事、あれは東条会があんたらを引き込むために起こしたんだろう。知らないとは言わせねえぞ。すべてはクルス・タケルの息子岩見常雄が仕組んだことだ。あの男は密かに私の息子ジミーローと手を結び、東条会の菅井をも巻き込んで西洋会に日本進出を求めてきた。どうですか？いい眺めでしょう。あの炎の大きさが私の誠意だとお受け取りいただきたい。それじゃあ我々とあなた方の永遠の絆と繁栄を祝して乾杯してもよろしいですかな？ローさん、我々がここまでこぎつけたのはこのジミーのおかげです。あなたはいい後継者をお持ちだ。岩見社長、父は滅多なことでは私を褒めてはくれません。ですが今日は期待していいと思っています。老爹，现在燃烧的那区域是亚细亚街，从今天起就是祭望会的领地了。儿子，你也太放肆了吧。啥？我什么时候说过我要进出神室厅的？我只有说过不准接近库鲁斯在的日本，也把理由告诉你了。どうかしましたか？这次的事全部给我撤回。站起来，我们走。岩見社長、お父上によろしくお伝えください。私たちはそろそろ失礼します。お待ちください。総帥、何か？この件についてはジミーと私とで進めてきました。
父のクルスは一切感知していません。それともう一つ。您无法拒绝这个要求。あなたも人が悪い。中国語が堪能とは知らなかった。だが私にこの話を断れないというのはどういう理由でだ。尾道の秘密ですよ。あなたはあの秘密の核心を知らないですよね。ご子息と先日食事をさせていただいた時です。酔った彼はご機嫌でこう言ってましたよ。親父は知りもしない秘密でクルスを脅し、そのハッタリがバレることにビビっていると何度も何度もね。お前、酒で口が軽くなる人間というのは非常に扱いやすい。クルスには知られてない。大丈夫だ。西洋会がなぜ日本不可侵などと言っているのか、それはあなたが秘密の核心を知らないとクルス・タケルに気づかせたくないからだ。そのためにはなるべく父との接触を避ける必要がある。ご安心ください。父には内緒にしておきます。もし父がこのことを知れば、尾道から入り込んだ兵配達たちは始末されることでしょう。そうなっては大変だ。お前はなぜ我々をカムロ町に引き込もうとする。目的は何だ。カムロ町東上海再生計画。So they're working with the Tojo. カムロ町東上海再生計画。スネオの目的は菅井と染谷を使って東上海を乗っ取り、ゆくゆくはカムロ町の利権をすべてその手に入れるというものだった。西洋会はそれを実現するための駒にしか過ぎなかった。だがあんたはそれを飲むしかなかった。ああ。あんたは自分がやったヒューマンロンダリングがあだになって人質を取られた形になったってわけか。あとは桐生さん。あなたも知っての通りだ。石見恒夫は我々西洋会や菅井にカムロ町の構想を演じさせ、まず東上会の六代目を警察に逮捕させた。そして自分の言いなりになる菅井に東上会の実権を握らせると、今度は用済みとなった私の命を狙った。おそらく恒夫はアジア外に我々を招いた時からそのつもりでいたのだろう。だがその時身代わりに殺されたのがあんたの息子ジミー・ローカー。一方でクルスからしてもツネオの暴走は悪夢だったはずだ。私が息子を殺された報復に尾道の秘密を暴露すると恐れることになった。だからクルスは広瀬を使いによこし、まずは私に日本からの撤退を迫った。ユータを西洋会の後継者に差し出すことでな。あんたが一人でそう言ってるだけだ。おやつさんがそんなこと、俺は信じねえぞ。クルスや広瀬にとって尾道の秘密というのはもはや呪縛だ。だから広瀬はユータを私への刺客に仕立て上げた。彼らはもう私の口を塞ぐのに手段を選ばない。黙れって。キリュウさん、あなたも広瀬を疑うことはできないか。広瀬の親分は長いこと遥かをかくまってくれた恩人だ。あの人がいなけりゃ遥かも春人も今頃どうなってたかわからねえ。俺も雄太と同じ気持ちだ。広瀬の親分を信じたい。このビルに屋上があったな。あ、
ここから先は桐生さん、あなたと二人で話したい。屋上で待っている。少しいいか、キリュウ。ハルカのことなんだがな。何かあったのか。回復の兆しが出てきた。え？本当ですか？お前らがアジア街に行っている間、ハルカのいる警察病院でハルトをかくまってたんだ。その時、偶然かもしれんが、眠っていたあいつの目から涙がこぼれた。あいつも必死になって目覚まそうとしてるんだ。たまにはいいニュースもねえとな。そうか。ありがとうな、伊達さん。That is good news. キリュウさん、尾道の秘密はあなたに託す。私にはもうあまり時間が残されていない。なんだと？これを。One SD card. これは先代が私に託したマイクロフィルムのデータ。あなたの持っている携帯で読み込めるはずだ。さっきあんたが言ってた暗号が入っているってことか。ああ、解読すれば尾道の秘密を暴く鍵となる。私には解けなかったが、尾道に詳しいものになら何かわかるかもしれない。そしてあなたが尾道の秘密に迫れば、その前に立ちふさがるのが広瀬だ。彼はあなたを殺してでも阻止しに来るだろう。なぜ俺に秘密を託すことにした？あなたは沢村遥の親代わりだ。私の息子が愛した娘の父親。つまり我々は両家の父親同士ということになるな。もちろん今さら私にユータの父親面する資格はない。それでも私が尾道の秘密と息子のことを託せる相手はあなただけだ。ユータを。ユータにとって広瀬という男は親と言うべき存在らしい。その広瀬を疑い続けて生きていくことは辛いはずだ。何らかの決着が必要になる。そして尾道の秘密を暴くことがそのきっかけになるはずだ。待て、もう一つ。あんたさっき時間が残されてないと言っていたな。あれはどういうことだ？私は宇佐美優太を後継者とすることを断念したと組織に連絡を入れた。何？それは採用界の血の掟を守れなかったということを意味する。組織は存続するために私に代わる新たな総帥を立てるだろう。同時に掟を破った者には相応の償いが求められる。それじゃあんたは？間もなく採用会の資格が私のもとに来るはずだ。私が一緒にいては足手まといになる。採用会はアジア外から撤退する。心残りは岩見恒雄に殺されたジミーローの仇を取ってやれなかったことだ。ロウ、ユータに何か伝えることは？
私はあの子の赤ん坊を殺そうとした男だ。最後に可愛い孫の顔を見れてよかったなどと言っても信じてはもらえまい。All right. We're going back to Onomichi.ローはどうした？あいつはもう二度と俺たちの前には現れない。え？ローは俺に尾道の秘密を暴く鍵を託していった。俺はこれから尾道に向かう。秘密を暴きに行くってことか？ああ、ただその前に広瀬一家の連中とも話す必要がある。あいつらが親と慕ってきた広瀬の親分と対決することになるかもしれないんだ。俺にはあいつらに通さなきゃならねえ筋がある。なんでお前がそこまでしなきゃならねえんだ。牢が姿消したってんならもう春とや遥が狙われる理由もなくなるんじゃねえか。お前がこれ以上尾道に首突っ込む必要はねえ。違うか？広瀬一家のあいつらをこの件に巻き込んできたのは間違いなく俺だ。それをもう俺の用は済んだと今さら手引くなんて真似はしたくない。ったく、お前ってやつは変わらねえな。分かったよ、もう勝手にしろ。ユータ、お前はハルトを連れてハルカのところへ行け。え？尾道へは俺一人で行く。なんですか？いや、俺も行きますよ。俺はな、ユータ、俺の目の前でハルカの両親が死んだ日誓ったことがある。あいつもいつか好きな男ができて子供を持つだろう。そんな日が来るまで俺があいつの親でいようってな。兄貴、今のハルカには誰かがそばにいてやる必要がある。だがそれは父親の役目じゃない。お前にしかできないことだ。そうはいきませんよ。ローは広瀬の親さんのことを好き放題でたらめ並べていったんすよ。俺は親さんの無実を尾道で確かめなきゃなんないんす。それでやっぱり親父さんが無実だったら俺は今度こそあの牢をぶっ殺してやる。おい、なんだよ。デカの前で随分な言い草だな。舐めてんのかお前。いや、そういうわけじゃ。宇佐美優太、さっき起きたアジア街の火事の件でお前に話がある。ちょっと冗談。こいつのことは任しとけ。伊達さん、お前も娘を持つ父親だったんだよな。若い男に娘取られる気持ちはどうだ。俺にはよくわかるよ。急に先輩風吹かさないでくれ。俺行くぞ。
マジかよ、あんた。頼むよ、ちょっと勘弁してくれって。Okay, well, you won't be distracting us. それじゃ。Just take one of the taxis. Atsunori 料金。かしこまりました。それでは出発いたします。To the Hirose family office. Oh, let's do this too. Sushi, Kuretara. Here's some butt first. Team に入ってあげるよ。ほら、これでいいか。おお、Sushi。それじゃあ、あなたのチームに入ってあげるよ。私は G にいます。よろしく。Alright, welcome aboard. Okay, is there a taxi up here? There should be. Oh, I think this is part of storyline.キリュウさんじゃの陽明連合会会長クルスからの伝言ですわ。この町から即刻出てってつかさい。理由は親父からの命令ですけ。理由もなんもないわ。なら俺もそんなもん聞く義理はないな。ほうですか。こっちも手段は選ばんど、大っぴらにやっても構わんのじゃ。話はしまいじゃの。踊れな、ぶち壊したれ。
everything back to normal? No. I'm still allowed to go to the ropeway. Oh, he's not there anyway. Okay. Very well. Now I have to wait for another day. しばらく寝てろ。Okay, was that the last one? I guess we're going in. 昭和の黒幕と呼ばれた大道寺実氏ですが、今は面会謝絶ということで、訪れる財政界の大物たちも病状を知ることができないとのことで、深刻な状況が続いているとみられています。大道寺氏は戦争中旧日本海軍の高級将校でしたが、戦後 GHQ の占領期の後、歴代の内閣に強い影響力を持ち続けたと言われ、あ、兄貴、なんじゃい、いつ帰ってきたんじゃ。連絡しなくて悪かったな。それより雄太は無事なんすか。ああ、ただあいつはカムロ町に置いてきた。今まで何があったんじゃ兄貴。そいつを話しにここへ来たんだ。みんな座ってくれ。話がよう分かりませんわ兄貴。おやっさんがローを殺すためにユータを道具にした。で、一緒に死ぬように仕向けた。あんたの話はそういう風に聞こえるんじゃがの。奇遇じゃの、頭。わしもじゃ。俺もローから聞いた話だ。だが、広瀬の親分は今どこにいる。最後にお前らがあの人を見たのはいつだ。おやっさんがブラッと出ていくんはいつものことじゃ。そのうち帰ってくると思いますけ。もし俺が尾道の秘密を暴こうとすれば、そこへ親分が現れるって話だ。その時はあの人はユータやローのように俺のことも殺そうとする。それもローが言うとるだけじゃろうが。ああ、確かにな。わしと松永はノーは兄貴、ほんのガキン頃から広瀬のおやっさんに世話かけてきたんじゃ。わしらは父親がおらんかったけ、あん人がずっと親代わりよ。広瀬一家の歴史っちゅうんは、そんじょそこらの組とは違うんじゃ。それを中国マフィアのたわごとに踊らされて、わしらにおやっさんを疑えっちゅうか。どうなんじゃ、あ、キリュウの兄貴。ローの話を頭からお前らが聞く気になれねえのは分かってる。俺だって信じたくはねえ。信じとうはないが、信じとるっちゅうことかい。ほいじゃったらキリュウさん、
わしらはもうあんたを兄貴とは呼べん。だがもし尾道の秘密を前にしてそこに親分が現れたとしたら、お前らはうちに親試すようなバカはおらんで、わしらは黙って親の言うことに従えやええ。我も元極道じゃったら分かっとるはずじゃ。都合のいい時だけ極道風吹かすのか。我や、なんじゃいよんだら。キリュウさん、ほうじゃ、わしらの頭をバカにしとるんか。踊れら手出すな。表でやキリュウ、わしと差しで蹴りつけたらんかい。Is this the actual final showdown now? またお前とやり合うことになるとはな、ナグモ。できればお前を殴りたくね。好きにしたらええ。じゃが、わしは手加減せんど。広島ヤクザの意地注文を見しちゃる。我も殺す気で来いや。Oh, I didn't realize I was low on health. My mistake.Let's take a... Oh, shoot, I don't have one. Okay. じゃあ踊れる。まだ終わっとらんと引っ込んどれや。違うんじゃ頭、邪魔が入ったで。本家の連中じゃ。続きは後だ、南雲。じゃがこいつらは何の目的じゃ。クルス会長からの使いだろう。俺が尾道にいるのが気に食わねえらしい。あんたが尾道の秘密を暴こうとしとるからか。もういい、ナグモ。連中に俺とはもう切れたと言え。そうすればお前らは見逃してもらえる。今さらソガーナみっともないまでできんわい。ええんじゃな、頭。
本家の連中に見せたらや、わしら広瀬一家がなんぼのもんかっちゅうのの。クルス会長が尾道の秘密を守ろうとしているのは間違いない。ほうみたいじゃの。ほいじゃが、おやっさんもそうじゃとは限らんで。親分を信じているなら、しっかりその目で確かめろ。聞いちまった疑いを抱えたまま、ずっとあの人を親と呼び続けんのか。広瀬一家の絆は取り繕って守んなきゃなんねえ程度のもんじゃねえだろう。当たり前じゃ。え、あ、ほいじゃ秘密を暴きに行くんか、頭。でももし親父さんがわしらをそのほんまに襲ってきたら。もしもの話はもうええんじゃ。わしは、ええ加減そがにややこしい話はもうごめんじゃ。組の子分が、おやっさんとあのにいちいち迷うことがあるんか。わしも腹は決まりましたけ。あんたと一緒に、尾道の秘密とやらを暴く。ただし、わしらが動くんは、あんたにおやっさんの無実を証明するためじゃ。それが分かった暁には、しっかり詫び入れてもらわんといけんど。ああ、そん時は俺のことを好きにしていい。男に二言はないの、桐生の兄貴。また兄貴じゃ言うとる。相変わらず勝手なお人じゃ。踊れも腹は決め、松永。田頭もええので、どこ行ったら尾道の秘密を暴けるんじゃ。こいつは牢に託されたある場所を示す暗号らしい。ただ問題は、俺にも牢にも読み解けなかったってことだ。あ？解読するにはお前らの力が必要だ。これが牢から受け取った画像だ。なんじゃこりゃ。牢が渡した暗号ってこれだけか。ああ、この暗号がどこかの場所を示しているらしい。使われとるアルファベットは J、B、R、N、M、E、O、I、K。 使われとる数字は77361792211。見る限りアルファベットと数字がワンセットになっとるようじゃの。ああ、これはもしかしたら開示暗号かもしれん。開示暗号？わしもネットでしか見たことがないんじゃが、例えばこの J7 で何かの文字一つ、 B7 で別の文字一つを表しとる。これを解読すると何かの文章になっとる気がしますわ。ほう。あとは開示表さえあれば解けるはずなんじゃが。開示表？この暗号の元になっとる文字表ですわ。
例えばあいうえおの五十音表をこんな風に数字で置き換えたものが開示表じゃ。この開示表をもとにこんにちはを表すと15100423251という数字で表せる。ほう、なるほどな。じゃあローの暗号の元になった開示表が何なんか分かればええってことか。そういうことになります。確かローは尾道に詳しい人間であれば何か分かるかもしれないと言っていた。もしかしたらその開示表ってのはこの土地に古くから関わっているもんなのかもしれない。よっしゃ、分かった。暗号に関係しそうなものなら何でもええ。今からこの土地を片っ端から調べるんじゃ。へい。Okay. Also, let's eat. いらっしゃいま。ありがとうございました。いらっしゃいま。Almost everything in the restaurant. 気に入ったぜ。Yonetoku standard. Oh, nice. さ、行くか。That was a big beer. ありがとうございました。時間食っちまった。なんや、言いたいことでもあるんか。
We should visit Kiyomi first. ちょっと飲んでいくか。いらっしゃい、どうぞ。お疲れ。安藤、源さん、畠山。一緒にどうだ。こないだ娘がさ。なるほど、大変だったな。畠山さんとはさっき飲んだな。誰かカラオケやらねえかな。Oh yeah, let's do karaoke. I break the ice with Endo-san or Ando-san.Oh, I see, fighter there. Pocket Circuit Fighter. Not the greatest I've done at this, but still very good.あんたいい声してるな。思わず聞き惚れちまったよ。そうか、ありがとうな。俺も歌うのは好きでな。みんなから源さんって呼ばれてんだ。
俺は桐生だ。桐生さんか、気に入ったぜ。これから一緒に飲もうやな。ああ、それじゃあ声かけさせてもらうぜ。おお、待ってるぜ。 Yeah, we can drink with Gen-san。一緒にどうだ。そりゃ本当かい。なるほど、大変だったな。今度は違う人と飲んでみるか。ママ。常連さんたちはね。So there are six of them. あら、今日は早いのね。また寄らせてもらうぜ。また。Wait, wasn't there one over by the docks? Yeah, maybe this one. Get fearless binding. No, I like having the steel underwear on.Yeah, this is a long shot, but let's try it. Something over here.
カズマくん、豆腐いかがかな？次はよろしく頼むよ、カズマくん。Should we try the shrine?クヒだ。つわものに夏目漱。夏目漱石。First letter of his name is N. I wonder if this is related to the code. Okay. So that's what it was. It was the gravestones.クヒだ。ヒダルキはことに戦の大使なり。場所。I don't like fighting on an empty stomach either. Basho, first letter of his name is B. Yeah. So it was about this. I wonder if I can even open. Yeah, they're open. Kiryu-san. Irasshai. Arigatou yo.覚えきれぬ島々の名や夏霞み笑み水印。 I get the sense that those islands fading in and out of view held great sentimental value for him. Yeah, first letter is E. I feel like fighting ghosts.Sober again. クヒだ。軒茂く立てる尾形公は。It's rare to find a city bordered on by ocean on one side and mountains on the other. Onomichi is special.
forgot the colon. The first letter of his name is O. Okay. Yeah, I wonder if the key for this goes into... Yeah, it does. Stamina belt.墓からも花桶からもひばりかな小林一茶。I might actually not mind being buried if it meant being surrounded by a chorus of chirping birds. Okay, yeah, there were others. Isn't there some along the walking path? Fight these guys. Now, sir. The Ekiben set. Umai na. Sa, iku ka.ありがとうございました。初乗り流。かしこまり、これでは出発いたします。トンカツ弁当だ。Oh, am I gonna get a long cutscene now? いやいや、助かった。私としたことが危機管理が甘かったようだな。それにしても、見知らぬ人間を救う君の優しさと心意気、尊敬に値するな。君、名前は？キリュウだ。キリュウ君か。最後。私は最後、危機管理のプロフェッショナルとして活動している身だ。危機管理のプロ？うん。君は最近の日本に迫っている危機と聞いて何を連想する？日本に迫ってる危機？わからんな。何なんだそれは。言ってしまえば平和ボケだ。今の日本人は平和の上にあぐらをかいている。私は中東を中心に傭兵として戦ってきた。多くの敵と味方が死んでいく姿を見てきたんだ。そんな私から見れば、今の日本人は誰も彼も皆無警戒すぎる。危機意識が足りなさすぎるのだ。ほう。だから私はそんな隙だらけの日本人に危機管理を学ばせる活動をし続けているのだ。で、その危機管理のプロがなんでこんなところで行き倒れてたんだ。まあ
簡単に言ってしまうと貧血だな。実は私はより大きな危機に対応できるように最強の護身術を完成させるための旅に出たのだ。最強の護身術。うん、私は世界各国を回り様々な格闘技を体に叩き込み最強の護身術を仕上げていった。だがその途中で金が底をついてな、志半ばにして泣く泣く日本に帰ってきたのだ。危機管理のプロならもう少し計画的に動けよな。しかし途中で戻ってきてしまったせいで私の最強の護身術はまだ完成できていない。かといって世界にまた出る場合もない。どうすればいいか正直悩んでいるのだ。よくわからんが、海外に行けないなら近場で済ませるしかないんじゃないか。近場で済ますか。さすが桐生君、まさにその通りだな。金がない私としてはこの尾道近辺で私の護身術完成に付き合ってくれる人間を探すしかない。まあそんな奴いるかわからんがな。そうかね。Gee, I wonder. どこかにいないかね。俺はやらないぜ。まあそう水臭いことを言うな。君は日本の未来が心配じゃないのか。私の護身術が完成するということは多くの人々を危険から守ることにもつながるんだぞ。素晴らしい人助けだと思うんかね。別に思わん。こんなの分からずやめ。カモン。ならば無理やりにでも付き合わせるのみ。何？おいおい待てよ。甘いぞ桐生君。Am I actually gonna fight him?世界各国を回ってきたが、こんな相手はそうそういなかったぞ。これは最高の相方を見つけられたな。相方？まさかお前、また付き合わせる気じゃないだろうな。よくわかってるじゃないか、桐生君。その通りだよ。君と戦っていると、自分に足りない動きをいろいろと深く学ぶことができそうだ。今後も私と戦って私の護身術完成に協力してもらいたい。だが嫌だと言っても私は諦めないぞ。それどころか協力してくれないとストーキングとかしちゃうかもしれんぞ。それでもいいのかね。それは嫌だな。たく仕方ねえな。わかったよ。暇な時にでも相手になってやるよ。いい心がけだ。君の決断が危機管理業界の未来を光で照らすだろう。では今日はこれにて、また近々手合わせ願うとしよう。それではさらばだ。また変なことに巻き込まれちまったな。だがあいつも一応危機管理のプロらしいからな。俺も学べるところは奴から学ぶとしよう。うわ、犬の糞を踏んでしまった。So yeah, Saigo is the guy that trained Akiyama in Yakuza 4. Anyway, what were we doing next? Oh yeah, there were stones up here.クヒだ。大屋根は皆寺にして風薫る。岩やさざ波。Countless tower roof temples dot the mountainside. Onomichi must have been bustling in its prime. 岩。
by ya. Okay. Kuhida, Oyane, Iwaya. Oops. Kagiga.Going up this hill because I remember there were like two of them. Kuhida. Nodokasa ya Koyama Tsuzuki ni Tou Futatsu. Masaoka Shiki.Two pagodas peeking out over the mountains, the perfect image for a hilly town like Onomichi.見慣れん顔じゃのう。よそから来たもんか。ああ、そんなところだ。この尾道という土地はな、古来から風光明媚な港町として多くの人に愛されてきたんじゃ。ここを訪れた有名な作家や詩人たちもこの町の美しさに魅了され、この土地にいろんな詩歌を残してきた。尾道の先人たちはその詩歌を未来に伝えようと工夫を立てたんじゃ。お前さんも暇があったら先人たちが残したシーカに触れてみんさい。そうだな。工夫は全部で9つある。いろんな場所に立っとるけ、探してみたらどうじゃ。わかった。This one I haven't seen. Banjaku zasu beku, matsu yoru beshi, shousui kakuru tokoro, kaikou o arawaru. 6年重ねて、来たる千光寺、三死水明、四故にあり。晩が半ば暗くして、繁栄斜めなり。愛集う、惨敗未だ。傾け去らず、神戸を巡らして、年頃に諸少年に食、騎手せよ先生、かつて良いしところと、来参よ。Overlooking Onomichi at dusk, drink in hand. That sounds incredible.The answer is the code. The code is the answer.
末吉か。That's the one I already saw. You got that one. Did I get this one? Kuhida. Tsuwamono ni natsume. Yeah, I already got it. I got the one over there.
Maybe there's one in the graveyard. I don't think there's one in this area. Yeah, that's the only place I haven't looked is the, Oh. Ah, ita! Kiryu-san! What is this? Omae wa... Oh, mascot guy. ...yuru kyara no... Domo! Ono Michio-kun no producer, Hironaka desu! Senjitsu wa Ono Michio no naka ni haitte itadaki, arigatou gozaimashita! Masaka... Mata haire toka yun ja nai daro na... Sasuga o sashi ga ii! そのまさかですよ。まさか。ああ、ちょっと待ってくださいって。お願いしますよ。前回のイベントの評判が良くて、みちおくんの人気が沸騰してるんです。このまま何もしなかったら、せっかくファンになってくれた人たちに申し訳なくて。そんなことは知らん。もうあんなトークショーなんてごめんだぜ。あ、それなら大丈夫です。今度はトークショーじゃないんですよ。じゃあなんだ今度は歌謡ショーです歌謡ショー No, let's not do that right now はい実は尾道を組んで CD を出さないかという話がありましてその第一歩として尾道を組ん歌謡ショーを開くことになったんです桐生さん歌はお好きですかまあ嫌いじゃないがならバッチリですね道夫君として歌謡ショーへの参加お願いできませんか勘弁してくれそこをなんとか喜ぶファンの子供たちの顔が見たいんですそれに道夫君の人気が出れば尾道の PR にもつながりますそうなれば町が活性化してこの町に住む人たち皆がより生き生きすると思うんですこの町のためにもお願いできませんかもちろん報酬はお出ししますので子供たちの笑顔とこの町のためか尾道に恩返しはしたいがどうする悪いが少し考えさせてくれわかりました待ってますので声かけてくださいねOkay, now that there's some serious business going on, I should not be fooling around in a mascot costume. またあの感覚海賊の亡霊かまた会ったな何他にもまたこんなとこに寝かせやがってやっぱりあんたじゃったか墓守のじいさんかあんた名前は桐生だ桐生一馬桐生さんかどうもあんた亡霊たちに気に入られたと見えるの
なんであんたにそんなことがわかる。わしは長いことここで墓守りしとるけ、ようわかるんじゃ。あんたにはわからんじゃろうが、この墓場には今陽気な空気が流れとる。陽気な空気？今まではずっとうつうつとしとったんじゃが、亡霊たちはあんたのことを歓迎しとるらしい。多分亡霊たちの喧嘩っ早い血がたぎっとるんじゃ。よくわからねえな。あんたじゃったら数百年来の亡霊たちを成仏させられるかもんな。We have more serious business. Did I get this one? Yeah. Kuhida, Nodokas Masaoka. Hidaruki Washo. Kuhida, Suwamono Natsumesu.Yeah, it's four. I think five is over the way. Kuhida, Oyane, Iwaya. Five. See, six is over by where my apartment is. Isn't seven on the way up here?Kuhida, Nodokas Masao. Kuhida, Nodokas Masao.What am I missing? There are two up the ropeway. It's like one, two, three, four, five over by the ropeway. Six is over here.I wonder if there's one over by the, Yeah, we've done eight of them, I think. Pretty sure we've done eight. Yeah, let's check over by where my apartment is. Maybe there's one on the docks or something.
確かに。それでは出発いたします。時間食っちまった。クヒダ、墓か小林。Yeah, I already did that one. So the last one must be up, in that temple area.Up where the ropeway would go. Okay, go. Has no idea. Has no idea. Has クヒダ、日の影は十変者一句。Oh, I didn't get this one. Okay. クヒダ、日の影は青海原を照らしつつ、光る孔雀の尾道の沖。The sun setting over the Onomichi coastline is really is a stunning sight to behold. Okay, let's head back down.
恥だ。うまい。Oh dang, that filled me up. お、キリン兄貴、何か分かりましたか？おい、みんな聞いてくれ。この町にある区費をすべて回ってきたんだが、偶然にも暗号のアルファベットと作者の頭文字が一致した証拠に区費をすべて写真に収めてある。田頭、見てくれ。へい。確かに完全に一致してますわ。もしかしたら例の暗号の開示表は区費に刻まれたしかもしれん。桐生の兄貴、これは大発見じゃ。ということは例の暗号が全て解けるっちゅうことじゃな。ええ、早速照合してみますわ。 J7 は十返舎一句の7番目の文字海、 B7 は芭蕉の7番目の文字軍。残りも全部当てはめると海軍水兵山名道大の墓。海軍水兵山名道大の墓。それって仙六の墓地にあるでかい墓のことか？そうじゃ、あの古い墓のことじゃ。なら話は早い。キリン兄貴、早速墓地へ行ってみましょうや。わかった。Go to the spot marked by the code. Okay. If they've got energy bars, that means that we're probably gonna fight.Run. この墓に秘密が隠されている。キリン兄貴、墓を開けますんで手伝ってください。ちょっと中を覗いてみるだけじゃ、バチなんて当たりませんって。それじゃあ行きますよ。何かあったか？ん？奥に何かある。おう、キリンの兄貴、こんなもんが出てきよったで。これは昔の岩見造船所の見取り図ですかね。確か戦前まではここで船を作っとったらしいです。ただ老朽化で今は敷地も完全に封鎖されとるはずです。牢の暗号が示す場所はここだ。ここに尾道の秘密ってやつが隠されている。桐生の兄貴、搬順儀を追った時のイーノの船がまだ使えるはずじゃ。あれに乗れば造船所に入り込めますけ。頭、船まで行くにも本家の連中がうろついてるはずじゃ。おいじゃけど暴れていいんじゃな。当然じゃ。もう遠慮はいらん。兄貴、フェリーの行きましょう。
初乗りよ。かしこまりました。それでは出発いたします。Let's eat. I'm at full health. Never mind. Arigatou gozaimashita. Oi! Kochi wa junbi dekitoru de. Hayo notte kure. Ah, Ino. Oi ja, aniki. Mou aniki wa junbi dekitoru de. Yeah, let's go. Iko. Hey! I might as well finish this chapter. I think it's after this battle. Aniki, Iwami no Zousenjou yutara, uchi hiroi shikichi yake. Sakki toita angou no sasu basho ga machigoto tora, mou oteyage ja. Hoka ni tegakari wa nen da. To nikaku itte minakereba hajimarane. Angou no basho ga Zousenjou no naka ni aru no wa tashika desu.岩見の造船所は、わしも何度か入ったことありますけ。どの辺かは大体見当つきます。わしが造船所の中、ナビしますわ。ああ、頼む。それはええとして、どがなもんが暴かれるんで。結局、尾道の秘密いうのは、何なんじゃ。さあな。どうも秘密の内容は知らなかった。Bust our way in. Yep, you're there. 出てきよったで、兄貴。あんなら、また本家の連中じゃ。全員離れ離れになるな。俺のそばに固まったろ。来るで。行くぞ。Yeah, I doubt he's the only one. こんなんじゃの口でしょうが。Yeah, this is the only pack. まだまだおるはずですけ。暗号が差し取った場所は造船所のずっと奥ですわ。こっちじゃ。わしについてきて使うさい。
そこを目指しましょう。このエレベーターを使いましょう。暗号の場所はまだまだ先じゃ。急ぎましょう。Are you going into Terminal Dogma or something? ほんまにすごい奴らじゃ。That skipped a long ways. 片っ端からぶちのめしたれ。兄貴たち、先を急ぎましょう。おい、どうなっとるんじゃ。ここで行き止まりか。クソ、通路が閉鎖されとる。このままじゃ捕まるぞ。どうするんじゃ。兄貴たち、早う来てください。兄貴たちは先行っててつかさい。こいつらわしが足止めしときますけ。松永、お前大丈夫です。全員ぶちのめしたらすぐに追いつきますけ。おれお前らの敵はこのわしじゃ。ここは松永の兄貴に任せ、先を追い急ぎましょう。わかった。
heck? 造船所の下にこんな地下通路があったとはの。おそらく戦前に作られた坑道でしょう。ライトを持ってきましたけ。こいつをつけて使え。しばらく歩きますけ。ついてきて使え。おい、なんか聞こえねえか？したもんじゃ。わしらもずいぶん舐められたもんじゃの。兄貴、ここはわしに任せてください。Sure you do。兄貴は手頭と先へ。わかった。おい我、本家の差し金かなんか知らんがの。広瀬一家の頭、舐めとったらいけんど。わしの玉は取れたけ。もっと死ぬ気でかかってこんかい。シャルガー、これを登るのか。死にさらせ。ええ、頭が時間を稼いでる間に早く。While we're at it, don't forget Hiroshima style okonomiyaki. That stuff's delicious. Although I will say I still prefer Osaka style. If I had to choose one. どうしても秘密をバラされたくないようだな。いいぜ。
止められるもんなら止めてみろ。俺は何人相手だろうと構わねえ。本物の極道ってやつをお前らに見せてやる。来い。悪く思うなよ。田頭、どこだ。兄貴、こっちだ。暗号が差し取ったのはこの辺じゃ。多分この扉の奥に何かがあるんじゃ。えらい錆びてきた。まさか。広瀬の秘密ってのはさ、そいつをバラされたくない人間がいるから秘密ってんだよ。本当にあんたなのか、広瀬の親分。人の隠してるもんに首突っ込むもんじゃないよ。なあ、キリュウさん。頭、あれはおやすさんじゃ。本当におやすさんが早う下に行くんじゃ。尾道の秘密を守るために、あんたはユータやハルト、そしてハルカのことも道具に使ったのか。おい、高志だ。そこにいろよ。後でちゃんと訳話すから。おやさん、ほんまにおやさんは尾道の秘密を守っとるんですか。おいじゃけユータをロウと差し違えるように仕向けたんですか。そこをどいてくれ。高志らがあそこへ行っちまう。あんたとのびりやってる暇はねえんだ。その前にあんたは広瀬一家の門に説明しなきゃならねえことが山ほどあるはずだ。なあ、どいてくれよ。頼むよ。なんとか言え、広瀬。
ごどけって言ったんだこの野郎。じゃあ俺を倒していくんだな。Here we go。It'd be funny if it was like some sci-fi crap, but they wouldn't do that to this series. Hirose no Hoyabu. They just leave that crap for the side quests. Aniki! Oh, Oya-san! Metal Gear or some, or some crap. What is that?動かしたんじゃ。そしたら急にサイレンが。高志ら、踊るがこれを。Yamato. Arya,
戦艦ヤマトじゃ。これが尾道の秘密。はい。グルス会長。あれはヤマトなんかじゃない。それを超える超ヤマト型戦艦と言われた旧日本海軍の最高機密だ。They made a second one, but the war, I bet you, but the war ended before they could use it. That's what the lore is on this thing. It was, it's like some retro sci-fi crap.終戦時未完成に終わった日本の最終兵器、歴史上は計画だけで終わったとされる世界最大の戦艦岩見造船は、その建造を極秘のうちに軍から命じられていた。お、親父。建造当時、戦争で不足する労働力を補うため、私は採用会を通じて戦災から逃げていた中国の戦争難民を集めてもらった。採用会の総帥がこの尾道の秘密を知っていたのはそのためだ。ローは先代から秘密を受け継いだと言っていた。不幸にも戦艦は完成を目前にして終戦に間に合わなかった。そのために岩見造船が抱えた莫大な損失は、しかしある人物から補填されることになった。ある人物。旧日本海軍将校大道寺実。大道寺実、どっかで聞いたよな。大道寺は日本の存亡に関わるとして、それまで独断で超ヤマト型の建造を進めていてね。言ってみれば戦費の横領だった。露見すれば当然破滅だから、戦後占領軍からの武装解除命令の際にも戦艦を隠し通すことにしたのだ。そして全てを極秘とする代わりに、大道寺は私に償いを約束した。償い？思い出した。大道寺言ったら昭和の黒幕とかいうじいさんの名前じゃ。さっき既得じゃ言うてニュースになっとった。そうだ、占領軍が去った1952年、破滅を免れた大道寺はいつしか戦後内閣の黒幕とも言える存在となっていた。彼は裏の金で岩見造船に戦艦建造費の一部を賠償し、不足分は私に有利な法案を次々に成立させることで借りを返してくれてね。それは国家の法を私物化することに他ならなかった。そうやって私は政府のさまざまな人間と裏で通じることになった。そこで生まれたさまざまなしがらみは政界の人々に複雑な根を張り巡らし、それは現代の政界にも引き継がれている。政界と私の長年の癒着を明るみに出すあの超ヤマト型の存在は、大道寺はもちろん今の政界にとっても決して掘り起こされてはならないもの。そして陽明連合会は
その秘密を守るために作られた組織だった。なんだと。組織は戦艦建造に関わった嫌味造船の幹部たちで構成され、決して秘密が漏れないように相互に監視させた。ただそのためだけの組織だった。だからこそ広島の極道は独立を保ち、外に勢力を広げていく必要もなかったのだ。だが終戦から30年という節目を迎えた時、大道寺はその後も永久に秘密が守られることを約束するよう私に迫った。その頃には秘密を知る尾道の生き残りも高齢でわずかな人数になっていたが、私は彼らの皆殺しを決断したのだ。なんちゅうことを。その時私は尾道の同胞たちの殺害を広瀬に命じた。広島で一番の腕を持つ男にな。広瀬の親分、あんたはなぜそこまでして。いくら親の命令だろうが、あんたは一体。別に分かってくれなんて言いやしねえよ。古い話だしな。原爆で親も親戚も死んで焼け野原になった広島でよ、俺は愚連隊作って暴れ回ってたもんさ。俺がまだ14の時だ。ある日仲間の一人が妙なこと言い出したさ。嫌味造船の事務所に盗みに入ろうってな。俺は気乗りしなかったぜ。でも俺も親分派だ、気取ってたからさ、やめようなんて言えなかった。で仲間たちと押し入ったんだ。でも このガキ、こんなことしてタダで済むと思うなよ。なんだ、造船所ってのはヤクザ雇ってんのか。おう、ヤコウが説教すんじゃねえ。いい加減にしろよ。なんだ、ガキ相手にそんなもん出すのか。やってみろ、やってみろってんだ。撃てもしねえくせによ。てめえ、待ちなさい。このガキ。なんだてめえは。主の顔も知らないで押し込み強盗か。まあとにかくそれはこちらへ返しなさい。おい、おい、すまなかったな。だが元はといえば自分が身の丈以上の盗みなどするからだ。だが年の割には度胸もある、腕っぷしも強いようだ。なんだよ。お前うちに来い、面倒見てやる。ね、どこか帰るところがあるのか。一緒に来た連中と愚連隊なんぞ続けても先はないぞ。仲間はどうした。
ああ、うちの者が少し懲らしめはしたかな。もう帰ったぞ。え、この一件誰の差し金かと聞いたら、お前がボスでお前にそそのかされたとあっさり吐いたぞ。全員が口を揃えてな。お前は仲間だと言っているが、自分が少しでも苦しくなったらすぐに人を捨てる連中だ。それが仲間なのか。そんな連中とつるんで何ができる。何の意味がある。昨日までの自分を捨てて家へ来い。お前を一人前の男にしてやる。俺は余命連合会の顧問になった。でもすぐには馴染めなかったよ。兄貴分だろうが誰だろうが気に入らなきゃすぐに手が出ちゃったさ。だからもっぱら仕事は鉄砲玉ばっかだよ。喧嘩が始まると真っ先に広瀬行ってこいなんて感じでさ。でもそんな俺をクルスの親父は大事にしてくれた。喧嘩に勝つたびにうまいもん食わせてくれて、小遣いもいっぱいくれて、でも何より褒めてくれたのが一番嬉しかった。褒められたかったんだ、親父に。喧嘩だけが取り柄の真剣なプライドしかなかった俺にさ、クルスの親父は生きがいみたいなもんをくれたんだ。口には出せなかったけどさ、本当にありがたかったぜ。それから何年かして俺は親父に呼びつけられた。夜中だった。遅くなりました。親父、何でしょう。最近はどうだ。え、ああ、はあ、ぼちぼちなんとか。広瀬、お前にとって私は何だ。え、ああ、はい、陽明連合会の会長、そして岩見造船の社長、それからとにかく器がでかくて金も力もあって、そう完璧な男です。そして俺が親父と呼べるたった一人の人です。広瀬、私はこの広島が好きだ。雄大な自然、そして素直で活気にあふれているこの町で暮らす人たちも好きだ。はい。岩見造船は大きな会社になった。私も人並み以上の財産を築けた。だが私の会社があることで広島の人々に仕事を与えられたこと、
それこそが最も大きな喜びだ。妖名連合会とて同じだ。お前のような人間でもこの広島でちゃんと暮らしていける受け皿が必要だと考えたからだ。はい、ご恩を忘れたことはありません。だが闇造船も妖名連合会も全てなくなってしまうかもしれん。え、なぜです。尾道にある秘密が眠っている。え、その秘密が明るみに出た時、会社も国も終わる。無論私も終わりだ。何なんですか、その秘密ってのは。それは言えんのだ。でもそうか、わかりました。その秘密ってのを盾に親父を揺すってるやつがいるんですよね。くそ、でも大丈夫です。今すぐぶっ殺してきますよ。親父、教えてください。そいつは誰です。尾道のどこのもんですか。残念だが、人一人決して済む話じゃないんだ、広瀬。じゃあ一体どうするよ。親父、俺でできることは何でもします。何でもしますから、ねえ親父。広瀬、筋が通らない話だが、それを承知の上で頼みがある。尾道の秘密、闇造船と陽明連合会を消し去り広島を揺るがしかねないその秘密を私と共に守ってほしいのだ。秘密を親父と守る。そうだ。秘密の中身を聞かされずとも、その秘密が一切外に漏れることがないよう命を張るということだ。生涯をかけてな。中身も聞かされず生涯をかけて、それは確かに中身も知れない秘密を守ることはとても辛く大変な覚悟が必要なことだ。いえ、わかりました。そうか。でもその返事は私の覚悟を見てからでいい。お前に大きな覚悟を求めるなら、私にも同じ覚悟があるとお前に知ってほしいのだ。覚悟って、親父、秘密を守るくらい俺でも。私だ。ああ、すぐに来てくれ。お、なんだ、広瀬じゃねえか。兄貴。親父、お呼びで。兄貴。Good God。親父。なんてこと。私は今初めて人を殺した。見ていたな。どうする。警察に通報して私を売るか、それとも墓場まで持っていく覚悟で秘密にできるのか。尾道の秘密は、あの秘密はこんなこととは比べ物にならん。その秘密が永遠に守れるなら、私は鬼でも何にでもなる。頼む。この通りだ。会社と組、いや広島を一緒に守ってくれ。
ビビったけどさ、不思議な気分だったよ。あそこまでされたらさ、もう秘密の中身なんて二度とキックも起きなかった。でもその秘密を守るため、あんたが何人も殺すはめに。都政の義理ってやつさ。嘘だよ。親父に頭下げられた瞬間にさ、親父のため、広島のため、日本のため、そのためにこんな自分でもなんか役に立つんじゃないかって、本気でそんなこと思っちまったんだ。バカは怖いよな。でもあんたならわかるだろう。わかんねえか。広瀬は私の命令を忠実に完璧にやり遂げた。自分が兄貴と呼んできた陽明連合会の幹部を何人もその手にかけてな。尾道の秘密は私の部下、仲間だった者たちの屍に守られてきた。桐生さん、あんたがたった今暴いたのはそういう秘密なのだ。故にその行為は万死に値する。おやっさん、南雲、何をする気じゃ。おやっさん、やれ広瀬。この場にいる者は全員道連れになってもらう。そいつもまとめてやってしまえ。おやっさん、もうやめてくれ。何をしている広瀬。ダメなんですよ親父。こいつは、南雲は。おやっさん。そうだ、お前頭悪いから尾道の秘密が何なのかよく分かってないよな。だからそこどけな。親父、こいつだけは勘弁してやって。 Yep, there we go. 今さら日和よって。おやっさん、お前にはもう一つ言ってなかったことがある。かつて大東寺が私に命じたのはな、実を言えば戦艦の破壊だった。その代わりに秘密を知る同胞の皆殺しを提案したのは私だ。何だと。戦艦が跡形もなくなれば私は大道寺に対して切り札を失うのでな。待てや。ほっとけ。え、あの人ももう終わりだ。
すげえな。あれ、俺もさ、尾道の秘密ってのは何なのか、本当言うとずっと知りたかったんだよな。ありがとうな、あんちゃん。親分、南雲。なんじゃ。松永。おやっさん。本当はお前らに殺されてやりたかったんだけどな。どういうことじゃ。お前らの父親は俺の兄貴分だった。分かっとります。じゃけえおやっさんはわしらの面倒を。そうじゃねえ、兄貴たちも尾道の秘密を知る生き残りだったんだ。だからよ。Like the how much? Oh, Yamato. Masaka, Oya-san ga retroactively made everything back in whatever era that was, probably the 70s. Gomen. Na. Oh.For this chapter, and that's it for this stream. I should have gone to bed about an hour ago, but we finished out chapter 12. Should I try to one-shot the end tomorrow? I might go for it. But that's it for tonight. Thank you all for watching. We will see you next time.